ね、どこにいるかっていうと、タイのバンコクにいます。バンコクのカオサン通りですね。カオサン通りにいます。カオサン通り、これからトゥクトゥクをね、交渉して、アソクロまで行こうと思ってます、ということで、久々ですね。トゥクトゥク9ヶ月前来た時も利用したんですけど、まあ、今回も利用しよう。本当ね、なっててネオンがということで、まあ、トゥクトゥクによってはそうじゃないやつもあったりするんですけどね。ちょっと今から、交渉して、交渉制ですからね、アプリなんかもあるんだけど、あえてここは交渉してちょっと乗ってね、行きたいと思ってます。交渉、最初の交渉が重要です。あんまりまあ向こうがいいね高いんですけど、まあ下げて、あんまり下げすぎてもね、あとで何かやり方したらちょっとあれですけど、程よい額で交渉していただいてということでですね。ということで、トゥクトゥク、まあ、いくつかこの周辺止まってるんですよ。川さん通りの隣の通りなんですけど、こういったところでちょっと今見つけて交渉していく感じですね。で、今まあこんな感じで、ね、なかなかいい感じのトゥクトゥク見つけました。音楽かかってますけど、エミネムがね、VIP ということで、ちょっとこれで交渉しようと、運転手今トイレかどっか行っちゃったんですけど、はい、このいい感じ、重点を聞いて、でネオンもね、このキラキラした感じ、そういう感じです。ではこんな感じで交渉して、500円って400まで下げましたね。まあ本当は300なってもいいんじゃないかなと思ったんだけど、まあちょっとまあいいやと、チップ含めてな400とします。結構ふっかけてくるんでね。音楽がガンガンかかってるからちょっと面白いなと思って、他のあれに比べて音も結構するし、このネオンがなかなかすごいね。アリーナ、音楽も下がドンドーンってなって、